2020年11月12日、トランプ大統領はホワイトハウスで、2021年1月11日から中共が所有または管理する企業へのアメリカ側からの投資を禁止し、来年の11月11日を投資の撤回期限とする執行命令に正式に署名した。中国電信、中国連合通信、中国移動通信など31社もの中国企業が影響を受ける。専門家によると、 これはアメリカの中共に対する金融制裁の始まりであるという。国防総省は今年6月、中共が所有または支配している企業、ファーウェイ技術やハイクビジョンなどの中国の上位20社をリストアップし、議会に提出した。8月28日、アメリカ国防総省は中国共産党国防省の支援を受けているとされるさらに多くの中国企業をリストアップした。現在、中国電信、 中国連通、中国移動、ファーウェイ、中国航空工業集団、中国産業集団会社、中国鉄道建設集団、中国船舶重工集団、パンダ電子集団、ハイクビジョンなど計31社がリストアップされている。アメリカ国防総省は今後も継続してリストを更新し、必要に応じてその分類も増やしていくと述べた。これまでアメリカはこれらの企業に対して何の措置も取ってこなかったが、 水曜日に署名された命令は、これらの企業に対して下された初めてのもので、31社の株式に対し、アメリカ国内の企業、個人、ファンドが直接所有するのを禁止した。アメリカの国家安全保障顧問ロバート・シー・オブライエン氏は、ある声明でこう述べた。これらの中共企業の多くは、世界中の証券取引所で公開されており、アメリカの個人投資家は、投資信託や退職金制度などを通じて、 無意識にこれらから資金を調達してしまう可能性がある。禁止令はアメリカの投資家は2021年11月11日23時59分までにこれらの中国証券を含む投資を撤回しなければならないと命じた。米国資金の投資が禁止されている31社は航空宇宙、造船、建設、通信技術などの業界に携わっており その多くは香港や本土、さらには海外にも上場している。統計の中には香港に少なくとも29社の企業が上場しているとするものもある。国際投資家のマイク氏によると、アメリカの禁止措置は香港を中心に少なくとも5000億ドル相当の影響を与えているが、中国本土への投資にも影響を与えているという。 すでに中国に進出している多くのウォール街のファンドは禁止令により中国企業への投資から撤退せざるを得ない。アメリカによる制裁措置の影響で、これらの香港上場企業の株価は11月13日に総じて下落した。中でも中国電信は7.78%下落し、中国連通は6.57%、中国移動は5.03%下落しており、有料株の中では最悪のものとなっている。 中国通信建設は3.35%減、中国鉄道建設は4.12%減となった。中国電信、中国連通、中国移動の3社は、アメリカ大統領令の影響を検討していると発表した。UOB 景品ホールディングス常務取締役両意言氏は、トランプ氏が中国企業をターゲットに多くの方法を取っており、市場はより不安定になるだろう。 アメリカは国家の安全保障を守るために中国の技術企業への制裁を繰り返しており、これらの企業のリスクが高いと述べている。著名な金融コメンテーターの張慶林氏は次のように述べている。中国では大規模な国有企業が内部に軍事部門、軍事代表者、あるいは安全保障部門を持っており、多くの民間企業は投資部の設置を余儀なくされている。厳密に言えば、 中国の国有企業はすべて軍に支配されており、名目上は民間企業とされているファーウェイなどの企業も同様に軍に支配されている。アメリカによるこの制裁リストは、中共の金融システムを打撃するための武器として、必要に応じてどんどん拡張されていくだろう。また、ある金融の専門家は、これはアメリカによる中国企業に対する金融制裁の始まりであると指摘しており、今後関税の調整や、 中国企業のアメリカ市場からの強制撤退など、同様の執行命令が続くとし、海外での資産凍結も否定していない。以前、ファーウェイと中高に対して下された制裁によって、両者が衰退の一途をたどったのは、単なる序章に過ぎなかったのかもしれない。